はい、トムです。トムです。すごい。もうなんかみんなめっちゃ持ってる。今日大量。めっちゃ持ってますけど、はい、今回、ちょっとリクエストもあり、はい、はい、コメントの方で最近出た最新ロックも紹介してほしいと、はい。ちなみにこれいつ出た？ものですか？7月、7月15。はい。なので、発売のロック。7月中旬に出たロックというところで、はい、これが一番最新のもの。そうですね。前回の動画ではフットボールパックを、はい、ちょっと紹介させていただいて、その7月の前にあったコレクションだったんですけど、今回その後のまた、21年秋冬、はい、まあ、第1弾だった第1弾そうです、ね、かつだけどそのシーズンの第1弾ですけども、今回はそのフットボールパックっていうのがちょっとあったので、うんうん、まあ、ちょっと今回は第2弾的な感じかもしれないですけど、最新、そうですね、最新のロックっていうところで紹介したいと思っております。はい、はい、なので、まずこうちょっと一個一個でやっていくと、うん、ロックのコレクションもたくさんあるというところなので、ちょっと代表的なものだけパーッとこうピックしてみんな持ってる感じなんですけど、はい、じゃあまずアパレルからいきますか。アパレルから行って、はい、ちょっと今回のテーマとかもしあれば、はい、説明していただいて、大金君から説明してもらおうと思います。はい、今回のテーマが、はい、まあ、フットボール、まあ、ロックの背景から来るフットボールと、まあ、そこにこう関連する、まあ、オンフィールド、まあ、アメフトだったり、まあ、そういった、ね、競技ですね、はい、競技に関連したグラフィックになってます。はい、で、まあ、そこを、まあ、競技を代表するっていうところで、よくカレッジスポーツとか、そうですね、まあ、そういったところから来た、グラフィックみたいになってます。なるほど。はい、ガネも出るやつが色違いだったり、ね、これも色違いですね。この T シャツ色違いですね。はい、なんでカレッジってところでこういう、なんていうんですかね、カレッジテイスト T シャツみたいな。はい、で色もですね、やっぱりこう、なんていうんですか、学校を代表するような色、そうですね、青だったり、結構こう原色。結構代表のカラーとかも多いですよね、はい、青とか、はい、赤とかそういうコアのカラーのところを使っている、はい、原色系を使っているっていうのが今回、はい、デザインの大きなポイントかなと思います。なるほど。じゃあ今回の基調は青、はい、で、まあ、そのフットボールっていうところで、前回紹介したマイクロドロップのフットボールパックっていうところからも関連している、まあ、なんていうかね、つながっている物語的に繋がっているような、デザインになってます。繋がってるとこでいくと、一個気がついたのが、前回のフットボールパックはメッシュ素材のタンクとかだったと思うんですけど、はい、それとメッシュ素材が使われてるようなデザイン、グラフィックが、なるほど、このブルの中に入ってるっていうので、はいはいはい、ちょっとデザイン的なところも、まあ、繋がってるかなっていう。なるほど。すごい細かいところの仕様までじゃあこだわってるっていうことですね、いつも通り、うん、でいつも通りあれですね、そのブラッドスウェットリスペクトとかのメッセージ、これとかもあれですね、盛りだくさんですね、盛りだくさん、ブラッドスウェットリスペクトも入ってれば The first to you give The last one you earn っていうのも入ってるし、なんかもういろいろ入ってますね。 Iron Paradise も入ってますし、全部入ってる。ちょっとこのかすれ具合のグラフィックがまたちょっとこう、なんですかね、カレッジかつちょっとこうレトロじゃないですけど、そういった表現もなっていいですよね。うん、なんで買いました、自分は。確かに早速着てるっていう、早速。じゃあちょっと近くで見せてあげてください。はい、こっちの T シャツ、この色、これ2カラーなんですけど、こっちは生地自体がヘザー調、ちょっと木調になってる感じ。こっちも一応ヘザーなんですけれど、そこまでほぼほぼソリッドに近い、はい、一色みたいな感じで、はい、でグラフィックがかすれてる感じですね。なるほど。で自分が持ってるのがこのもうセットみたいな感じですね、はい、もうタンクとタンクってかですね、スリーブレスです、ね、そうですね、スリーブレスなんで脇ががっつり開いてるのがちょっと苦手って人でも結構着やすいシルエットかなと思います。もちろんタンクも、ちょっと今ないんですけれどあります、ボックスっぽいの、うん、はい、そうだね。でこれが Do the work、はい、っていうところでなってますけど、これが Do すると、 Do すると Do すると、また汗かいて、ここら、はい、この辺にこうブルが、はい、浮き上がってくる、浮き上がってくると、まあ汗かいたり濡れたりしてですね、汗でいきます、汗かくとこいつが出てくるんですね、はい、このウィスさんがこのウィスさんが
はい、こうなる首上になる。あ、あるし、シールが貼ってるんですね。こういう感じで文字の裏にブルが浮かび上がってくる、はい、ちなみにこれは e-com の方でも確認はできますか。はい、おっていうところで、ぜひあのこのビフォーアフターは e-com のウェブサイトの方でも載ってるので、はい、ぜひ確認していただけたらなと思います。あとはあれですね、よくあるもうショーツ、スナップショーツ、はい、スナップショーツ、ボタンが横についていて、はい、まあ、調節できる、自分の好みのこうスリットを作れる、うん、そうですね、はい、ショーツになります。いいですね、青これ他の品番で持ってるんだけど、はい、このスリットすごい便利で、いいですよね、ポケット、うん、そう、普段別に閉めててもいいんだけど、例えばスクワットとかしたときにこうちょっと開けた方がやっぱやりやすかったりもするから、そこの調節は結構しやすい。そうですね、引っかかりがなくなるんですよね。で、あとメディアポケット、お、あれですね、はい、あの当たらないとこですね、はい、あとウエストバンドがやっぱりこう太くて結構しっかりしてるので、よりトレーニングにかなと、はい、ひっくり返りにくくなってると。はい、はい、あとは、あとじゃあこれですね、ウィンドブレーカー、はい、今回あります。で、中が、フラメッシュになってます。なので、まあちょっと圧をかいてもさらさら快適な感じになってまして、で、2種類の、ウーブンを使っています。で、こっちの明るい青の方が、リップストップウーブン、あの格子状になっているウーブン素材で、出た、はい、リップストップ、濃い色の方が、普通のウーブン素材、シャカシャカの生地になってます。で、手首と、この裾のところが、こう絞られているギャザーが入っていて、こうちょっとキュッとなっている仕様になっています。すごい、背中にベルクロがついてて、ベンチレーション、通気性機能がついてるんだね。はい、ここ後ろ背中のところにマジックテープがついていて、でここを開けるとこのような形で、お、すげえ、このカメラが見える、カメラ、おーい、はい、っていうところでやっぱ蒸れないように、はい、蒸れを、はい、軽減する。ベンチレーションがついています。確かにこういうタイプのジャケットって基本なんかこうやっぱ蒸れやすかったりするんで、そういう蒸れにくい仕様にしてくれてるのはやっぱ大事ですよね、はい、ポケットさ、あ、そうなんです、2個だと思わせて4つ、そうです、片方に2つあるんですよね、このジップポケットの方と上からこっちの、ベルクロの方、ここもベルクロマジックテープなんですけど、ここで分かれてます。で、ここの中は別々の袋になってるんで繋がってないです、こことここは。なるほど、はい、ポッケが4つ、はい、すごい便利ですね、これはっていう感じになってます。これもなんかちょっとこう、ちょっと昔のウィンドブレーカーというか、確かに、ザ・ウィンドブレーカーみたいな感じ、ね、はい、そのやっぱりカレッジとかそういうところから来るような雰囲気、このテイストとか、ね、そうですね、このちょっと絞られてる感じとかが、ね、そうだね、90年、80年代とかのそういうスポーツシーンを、なるほど、はい、出してる感じになります。じゃあ今後あれですかね、やっぱそういうのも増えてくるんですかね、やっぱ 80s 90s っていうので、そうですね、まあ、結構流行ってますもんね、はい、今トレンドとしてもそういうのも来てるので、はい、はい、っていうところで、まあ、アパレルはもうこれ以外にもたくさんあるんですけど、はい、今回ちょっとあの一部しか見せてないですけど、その他にも、アクセル社長、はい、バックです、お願いします、はい、っていうところで、まあちょっと深く説明し始めると、あのバックとかは特に長くなってしまうので、うん、あの大事なところで新しい型の2つを、うん、スタイルの2つを持ってきたんですけど、今回はちょっと新しく出るようなこのボックスタイプ、はい、のものになりまして、ここが上代1万円ですね、なので税込みで1万1000円というところなんですけど、まあ、このボックス型、手でも持てるし背負うこともできるしというところの、まあ、ボックス型のカバンになってます。で、ここの背面のところがこういう感じで開くような感じになってます。で、内側がこう通常のバッグな感じでなっているというところになっていて、パソコン入れもついてますし、こういう小物入れが、入れられるようなポケット、ジップポケットと、スリーブポケットっていうのがありますと。
というところになります。で、上から靴が入れられますっていうところの、仕様になっているので靴なども、入れられるようになっています。なのでジムには、本当持ってこいのちょうどいいサイズかな。だいたい25リッターぐらいの感覚なので、間として、間で言っちゃいますけど25リッターっていうところなので、まあそこまで入るものではないです。25から30っていうところなので、そこまで入る大きさではないです。通常の、ちょっと外出ようかなぐらいの、っていうサイズ感なので、そこまで大きくはないです。なので、それに対して靴も入るし汚れ物も入るしっていうところで、仕様になっております。なので上のところがこう靴入れみたいになっているので、汚れ物、靴が入れるようになっています。で、背面から物を入れる。で、表面には、ポケットがなくてサイドにウォーターボトルだけが付いている感じになってます。はい、っていうところが新しく出るボックス。あと上のところにも小物が入ってるんで、そういう細かいところが入れられますと。で、新しく出たのがこのもう一つの、もう一個下の、はい、なんか新しいですね。はい、新しい紐、はい、これが上段8000円ですね。8800円というところで、これのワンサイズちょっと下のところなので、まあ、これも大体25リッターから30リッターの間、28リッターからというところぐらいになっているので、まあ、基本的にはサイズ感的には近しいものではありますが、シルエットがちょっと違う感じになっています。でちょっとなんかギャジェット感があるような作りになっていて、サイドに紐とかがついていて、一応ここのウォーターボトルのポケットに対して、紐のデザインがついていたりします。両サイズにウォーターボトルがつくような感じになったの で、はい、で表面も、スナップを開けるとこういう、ポケットが、大きめのポケットがあるので小物が入れれるようになってますというところになります。はい、で、あとは、まあ、もちろん小物の、さっきボックスにもありましたこういうちっちゃいポケット、小物入れ、鍵とかで結構一番使うものを入れてるような感じで、あとはそうですね、パソコン話し始めた、はい、ちょっとパソコンが入ったところもあるので結構やっぱバックパックからちょっと話すと長いですね。はい、というところで、まあ、いろいろ、ロックに関してはこういうアイテムがありますというところで、バックパック以外のアクセサリーも、ヘッドやキャップだったりとか、トレーニンググローブ、リストラップというところもいろいろあるので、ぜひ、気になる方は、e-comで見ていただいて、店舗でも見ていただけたらなと思っております。はい、何かありますか。大丈夫、はい、なので、ここの、今回コメントでもし、この商品してくださいっていうのは特定の商品があれば、はい、コメントしていただいて、はい、より細かく詳細のところまで話したいと思いますので、ぜひ、コメントしていただけたらなと思います。はい、なので本日はもう一部というところだけご理解いただけたらなと思います。じゃあ最後の3つ、はい、チャンネル登録、コメント、高評価というところで、この3つをしていただいて、先ほど言ったコメント、していただけたらより深く説明させていただきますので、ぜひ、してください。本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。